金のためなら八百長だろうと何でもやるバンピートロット第14回、始まるよ。ということで前回、八百長試合を持ちかけられたところからの続きです。早速闘技場に行き、試合に参戦しましょう。むむ、君はどこかで見たことある気が。腰抜けジミーさんですね。以前ダッドリーにいじめられていた時に会いました。どうしよっかなー、勝ったらお金もらえないだけなのかな。いざ、決戦のバトルフィールドへ。よいしょ。もう開いてんじゃん。ジミーの扱いひどすぎて草。いけー、やっちまえー、ぶっ潰せー。ここのんけの抜きどころ、腰抜けー。不良に次男とかキャバクラ狂いかな。さてさて、お金のためにわざと負けてやりますか。やった。無抵抗で50秒もかかるとかザコすぎー。これで大金は僕のもの。ちなみにコメントで8にでもいけたらしくてショック。よくやってくれた。これがあんたの取り分だ。ぐへへ、思ってたより少ない。あんたが負けた時のドン・スミスの顔、最高だったぜ。せいせいしたよ。それじゃな、また頼むぜ。バレなきゃ犯罪じゃないんだよな。そこまでだ。はっ、悪ふざけが過ぎたな、ジェイク。お前にはもっと常識を教えておくんだったよ。すいません、許してください。何でもしますから。すまなかったね。トロット楽団の人たちは無事だ。心配しないでいいよ。あんな犯罪者は野放しにしてはいけない。はっきりわかんだね。妙な真似をしないとも限らない。そいつらの始末がつくまでこの町にいてくれ。私が責任を持ってトロット楽団を守るからね。仲間は絶対に売らないぜ。おやすみ。ここで銃声が響いてバッドエンドになるかと思った。さて、町を探索してたら何やら怪しいボロ小屋を発見。これは調査せねば。無作法というもの。あとこの自転車、絶妙に操作しづらい。貴様、そこで何をしている。怪しいものではありませぬ。僕を知っているのか。無事だったのか。花売りって一気な意味合いもあるってマジ。花売り娘のカトリーヌ。ああ、こんな格好ではわからんのも無理はないか。私だ、キャプテンシブレットだ。誰？そんなことより奥の部屋にマーシュがいる。早く顔を見せてやれ。マーシュは僕だよ。我は影、死んなる我。僕はマーシュだ。マーシュ、それは僕の。そうだ、その声。ああ、よかった、無事だったんだね。君だけはぐれてしまったから心配してたんだよ。なんかこの偽マーシュ、今まで聞いてた話とイメージが違う。どうしていたんだい。気がついたら美少女を横に乗せて盗賊団と戦い、英雄としてモテモテでした。わからない。気がついたら盗賊団のボスと戦っていたんだ。もしかして君、自分が誰だか覚えていないの。僕はマーシュだよ。そうか、事故のショックで記憶喪失になったんだね。そういうことがあるってお父さんに聞いたことがあるよ。僕は君の友達のマーシュだよ。何か思い出せない？そういえば
僕はついに思い出すか。大会社の社長の息子で、女の子にモテモテの、女たらしな。そうか、僕は大会社の社長の息子で、女の子にモテモテの、女たらしな。答えは得た。大丈夫だよ、美坂、俺もこれから頑張っていくから。今は思い出せないかもしれないけど、間違いないよ。こいつ喧嘩売ってない。そんな気もするけど、君は君なんだから自信を持って。今のどこに自信を持てる要素が。ごめん、久しぶりにはしゃぎすぎてちょっと疲れたよ。でも本当に無事でよかった。僕も早く怪我を治して新しい船を作るのを手伝わなきゃ。そう言って彼は息を引き取った。ごめんなさい先輩。悪いが聞かせてもらった。お前大会社の社長の息子で、女の子にモテモテの、女たらしな。男らしいな。照れるぜ。道理でな、薄っそうではないかと思っていたんだ。こいつらやっぱり喧嘩売ってない。記憶をなくしているそうだな。ならば話しておかねばなるまい。あの事故のこと。このフレーズばっか聞いたことある。あれは海猫海岸沖が珍しくしけた日だった。夜微速で航行していた時だ。微速前進。突然機関室で爆発が起こった。あっという間に浸水し、誰もが沈没を直感した。なんとかビークルやランチで脱出したが、全員を助けてやることはできなかった。お前は行方不明になり、マーシュはあの通り大怪我を負ってしまった。ほうほう。責任を感じている。なら今からやることやろうか。原因はわからない。今の我々にはそれを調べる術もない。この町にたどり着き、マーシュは怪我の治療を、他の者は新しい船の建造を目指している。私もこうして柄にもない花売りをして、その資金を稼いでいるというわけだ。なるほど。お前は今トロット楽団にいるらしいな。人の運命などわからんものだな。記憶のないお前にぶしつけではあるが、頼みがある。聞いてくれるか。面倒なことは嫌です。嫌だね。面倒なことはごめんだ。頼む。我々には他に頼れる者がいないのだ。モロチン、ただじゃねえ。元船長ならわかるよね、ボロン。いや、でもいいが、ただというわけには。仕方がない。暴力者。それ以外に渡せるものはない。頼まれてもらうぞ。はジュニパーベリー号は今も海猫海岸沖に座礁しているらしい。お前にはそこから渡航許可証を持ってきてもらいたいのだ。海猫海岸に沈んでた船か。ジュニパーベリー号って。ジュニパーベリー号は我々の乗っていた蒸気船だ。お前やマーシュも一緒にな。アルバトロスハトバからこのスームスームへ向かう途中だったのだ。そうだ、表に私のグレートセーリングがある。今はレッグパーツが壊れて動けないが、そこから耐水ボディ M とフロートバックパーツを持っていくといい。それでビークルが水に浮くことができる。よろしく頼んだぞ。おお、便利。さて、装備を回収してホテルに帰ってきたね。僕らは明日の朝、ハッピーガーランドに戻ろうと思うんだ。次の公演はまだずっと先だし、なんだったらしばらく自由にしてていいよ。遠回しの首宣言やめろ。じゃあ僕は
とりあえずブラブラするか。僕は当てもなくブラブラしてみるよ。そうか、盗賊には気をつけてね。僕らはハッピーガーランドのロブスター邸にいるからね。そうだな、どうせなら。あんだけ冷たくしたけど、やっぱり最後はコニーちゃんと過ごしたいよね。コニーを誘ってみようかな。コニー。ん？何？僕の股間のビークルに乗ってみないかい？今から海猫海岸に行くんだけど、よかったら一緒に行かないか？海猫海岸？どうして？なんとなく。なんとなく、ただ行ってみたいだけなんだ。なんとなく海猫海岸へ行くの？あ、でもあそこにナンパしてた船があったの覚えてる？ねえ、君はあの船に乗ってたんじゃないかな。名探偵コニー、行ってみようよ。君の手がかりがあるかもしれないよ。じゃあ出発する頃にビークルのところで待ってるからね。あんだけ冷たくしたのにここまで優しいと逆に惚れるわ。ということで今回はここまでです。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。ではまた見てくださいね。チェラリルチェチェラチェチェルパポピチェピルパチェロパチェルリレロ。さあご一緒に、3チェルーン、チェラリル。